スティーブン・イエル・オット・ティッシュは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、レイクウッド・タウンシップ出身の実業家、映画、テレビプロデューサーである。NFL チームのニューヨーク・ジャイアンツの会長兼執行副社長であり、家族で所有している。父親はジャイアンツ前オーナーのボブ・ティッシュである。オスカー像とスーパーボールのチャンピオンリングの両方を所有している、史上唯一の人物である。ニュージャージー州、 レイクウッドタウンシップで生まれる。タフツ大学に通い、その頃に映画制作のキャリアが始まる。1977年公開のアウトローブルースで初めてフィーチャー映画でプロデューサーとしてクレジットされた。1994年にはホレストガンプ一語一絵をプロデュースし、スティーブ・スターキー、ウェンディ・フィネルマンと共に第67回アカデミー賞作品賞を受賞した。 2005年からはニューヨークジャイアンツの会長兼執行副社長となった。ティッシュが就任して以来、ジャイアンツは2007年度と2011年度のスーパーボールで優勝を果たしている。2008年4月30日にはチームのメンバーと共にジョージ・ W ・ブッシュによってホワイトハウスに招かれ優勝を称えられた。1996年にジェイミー・リーアン・アレクサンダーと結婚した。 息子一人と娘二人を設けている。ありがとうございます。